皆さんこんこにちはケンです本日は9月1日に発表されたシマノのグラベルコンポ GRX12 速こちらの最新コンポについて解説そして旧型との比較をしていいきたいと思いまアンバウンドグラベルで情報は漏れてたんですけど今回登場した GRX の仕様はメカニカルシフトですね第2世代になるわけなんですけども第1世代と同等のグレードが用意されてまして ロードコンポでいうとこの105グレードの RX600 シリーズとアルテグアグレードの RX800 シリーズ2つのグレードがありますさらにアンビータブルアンストッパブルアンドロッパブルっていう3つのコンセプトがありますどのように走りたいかによって選ぶコンポが変わるわけなんですけどアンビータブルっていうのがリアがトップ 10T から 45T まで使えるワンバイ フロンントシングル仕様になっておりますアンストッパブルっていうのが 10t から 51t までの1倍になっておりますでアンドロッパブルっていうのがフロントダブルになっておりまして、まあ、リアのカセットスプロケットにつきましては、まあ、アルテグラグレードの中から選んでいただくっていうような形になると思いますこの3つのコンセプトを設定してるのはすごい面白いなと思いました ただまあこれを初めて見た時にちょっと嫌だなって思った点があってまずアンビータブルとアンストッパブル最小が 10t っていうのがフリーボディを変えなきゃいけないつまり後輪変えなきゃコンポ乾燥ができないわけなんですねマイクロスプラインっていう画像貼っときます12足専用のまあそのフリーボディになってくるんですけどもこれが必要になるんですね XTR とか要はマウンテンバイクの、まあ、ハブを買って で自分で手組みしてホイールを組むかもしくはそのデュラエースとか RX シリーズのカーボンホイールを買わないとそのアンビータブルアンストッパブルっていうコンセプトのコンポはつけれないでフロントダブルのアンドロッパブルにつきましては先ほど申したようにアルテグラグレードのカセットスプロケットをつければいいわけですから従来の11速のフリーボディ HG フリーボディでつくわけなんですね。 ここがちょっとめんどくさいなと思いましたね、正直。お金かかりますね。なので今回コンポだけ買えばいいかなと思って買ってしまうと失敗するわけで降臨が必要になってくるっていう感じです。まあ、前回の動画でももう発表してますが、私が今回買ったのはアンストッパブル。でこれに伴ってマイクロスプラインの降臨が必要になったわけなんですが、 まだちょっと XTR のハブを使って手組みするかもう14万ぐらいかけて RX のホーリン買うかちょっと迷ってるところではあるんですけども、まあ、今年中に組めたらいいいなっていう感じですね、まあ、今11足の GRX は全種類持ってますので、まあ、その中の RX817 シリーズと比較していきたいと思います。これかからいきましょうか これが12速のククランクですね FCRX810RX820 っていう表記がある 170mm もう見た瞬間分かったんですけどクランク11速と一緒じゃないですかねでチェーンリングだけ12速用になってる感じですね、はい、でこれが11速の RX810 ですね 刻印はね変わってるんですけどこのクランク自体が RX810 って記載があるんでもう俺無駄なく買い物したかも <laughs> これにチェーンリング変えればいいだけだったかもしれない多分もう一緒だと思いますもう一番変化点の大きいここ見ましょうかフロントシングルの GRX ですね新しい12速はもう全然違いますこういう感じもう真っ黒でシンプルな 構造になってますねしっかりねスタビライザー機能がついてますねでこれはアンストッパブルのやつになるのでここのケージが SGS GS SGS っていいうモデルにににななりりまますすの長やつ今ビッグプーリーついてるんで比較しづらいんですけどこれが11足のもともとついた GS のプーリーケージですね新型はビッグプーリーになってる波数が増えてるわプーリーの。 肉抜き加工もも結構されててもう全く別物ですね私の好みでいくと11足のこっちの方がかっこよくないですかねなんかデザインシルバーで肉抜き加工されててゴが浮き出てるような感じで今今回これねうんまあ見た目は旧型の方が好みでしたはいドーンとでかい マジででかいこの形状は HG スプラインじゃないんですよねこれはマイクロスプライン用のスプロケット多分普段のライドではもう本当にこの51兆は使わないと思いますねキャリパーはこんな感じでこれは全く別物ですねで12足のデュラーとかある程度共通で、まあ、ローターが擦りにくいような構造にはなっておりますブラケットカバーはほぼほぼ一緒じゃねっていう感じですね まあいわゆるフレアハンドルにおいても、まあ、手が滑りにくく、まあ、振動が分散されるような仕組みになってますねレバーのデザインパッと見同じかなと思ったんですけどはいこれでもお気づきかと思うんですけどロゴは変わってないんですがここがシルバーから、えー、とブラックですねになっておりますレバーのね大きさとかはほぼ一緒になっているかなって感じですこれがアルテグラグラレード相当で アンストッパブルのコンンンポーネトトになってますでアンストッパブルのもうプーリーケージはめちゃくちゃ長い SGS になっているんですけど例えばこれ51兆もいらないなってなって、まあ、45兆でいいやってなった時はこのプーリーケージをですねあの GS グレードのものをまあ補修部品でシマノから取り寄せればえ使える。 はずでですので逆もしっかりですね GS グレード買って SGS にここを変えればこの51兆が使えるわけですね。はいということで GRX12 速の解説と、えー、新旧比較動画になりました。まあ、今新しいフレーム買って組むかプロロを完走するか考えておりままます組む動画はまだまだ先の公開にななるかなと思います。 はい、ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。